読むかどうかを巡って対立しているがあります。他の電力会社のコスト計算と比べて本当に値上げが必要なのかどうか、仮に必要であるとしても妥当なのかどうか討議することができると思います。それでも交渉がまとまらない場合には客観的手続きに訴えかけることもできます。例えば利害関係者ではない第三者に判断を一任する、こういうふうな方法もあり得ると思います。いずれにしてもハーバード流交渉術は非常に高い評価を得ている、そういう交渉術です。さて今日の授業のポイントをまとめましょう。社会の問題を解決しようとする際、対立が生じる可能性があります。市民団体もそうした対立に対処し合意を形成する技術、これを身につけていく必要があると思います。今日の授業では2つの技術を勉強しました。1つはミニパブリック姿の討議民主義、そしてもう一つはハーバード流交渉術です。特にハーバード流交渉術は非常に高い評価を得ていて、単に市民自治だけではなくて様々な面に応用することが可能です。ぜひ手に取ってみてください。それでは今日の授業を終わりにします。担当講師は岡崎誠樹客員教授でした。番組制作スタッフは技術池上育夫、ディレクター長谷川俊彦、プロデューサー久美豊でした。放送大学基礎科目市民自治の知識と実践を終わります。学院の時間です。2015年度開設科目生活ガバナンス研究をお送りします。主任講師は宮本美智子副学長と奈良由美子教授です。
今日の担当講師は主任講師の宮本美智子副学長です。皆さんこんにちは。本日の講師の宮本美智子です。本日は第7回目で、高齢期と生活ガバナンスを扱います。でそれでは、第1のパートですが、高齢期とは何かということを整理してみたいと思います。で1955年当時、日本の平均寿命はおよそ63歳、そして、2013年の数字で見ますと、日本人の平均寿命は女性がおよそ87歳、これは世界1位でございます。そして男性はおよそ80歳、これも世界で5位ということで、男女合わせて世界トップクラスの長寿国となりました。でこのことは職場から離れた高齢期をどのように生きるのかという新しい課題を、投げかけることになりました。特に、長い期間仕事一筋に生きてきた男性のライフスタイルからすると、この長寿化ということは男性に新しい課題を投げかけることになっています。65歳以上を高齢者と呼ぶのは1961年の世界保健機構、WHO ですが、この機関による定義に基づいています。でしかし今では実態からも意識からも65歳という年齢が妥当とは言えなくなっています。で人々の意識を見ますと、2007年の調査によれば、一般的に支えられるべき高齢者は何歳以上なのかという問いに対して、75歳以上と答えた人が 28.7%、 70歳以上と答えた人が 18.1%、 そして80歳以上と答えた人が 26.7% という結果でありまして、支えられるべき年齢と人々が考えるこの年齢水準が年々上昇しています。でそれに伴って就業年齢も上昇し、間もなく70歳まで働くことは珍しくない社会になります。そしてさらに、長期に展望すると70歳ではなく年齢制限のない時代に入るだろうと予想されます。高齢期の長期化は様々な変化をもたらします。例えば生物の一生は一般的に言えば生殖期があり、その後後生殖期という3つの時期に区分されます。人間以外の生物一般は子孫を残すことが基本的な役目となる生殖期が終わると、生涯を閉じます。ところが人間の特質は生殖期が終わった後に後生殖期、つまり高齢期が続き、しかも時代が新しくなるほどその期間が長くなっているのです。で長い高齢期を実現するためには経済の発達、そしてまた高い医療水準や社会保障制度というような社会的な条件が整わなければなりません。でつまり長い高齢期を持つ社会ほどポテンシャルが高い社会ということが、できるわけです。では世界トップクラスの長寿国である日本でこうした高いポテンシャルを維持できるのか、そしてまた、長い将来、このポテンシャルを維持し続けることができるのか、ここに大きな課題があると言えます。で長寿化は世代間の関係性にも変化をもたらします。3世代の関係、祖父母、親、子供、あるいは孫ですね、という3世代の関係が時代によって異なります。産業化以前の社会では教えるという役割のかなりの部分は老人が担っていました。
でしかし産業化社会になると生産優位の社会となって、高齢者は社会の中枢から追われるようになり、教育は社会制度として学校によって担われるというようになっていきます。つまり教えることは大人の役目となり、